このコーナーではあなたの日常の出来事をワンフレーズ一行だけ書いてきてもらって、あなたに何が起きたのか、これを僕たちが勝手に想像してストーリーを膨らませていきたいと思います。はい、では早速です。新宅も参加してくださいね。はい、はい、東京都セルジオいちごさんです。はい、うん、そんなこと言う度胸ないよ。おお、なんだろう、そんなこと言う度胸ない。先輩とかに対してね。いっぱいあるわ、そういうの。あるんですか。あるよ、ない、あるでしょ、杉田君とか。危険ですね。杉田の危険そう。ちょっと考えただけでゾッとしましたね。ゾッと、何考えたんですか。ゾッとの塔ですよ、本当に。ゾッとの塔じゃねえよ。それはローザが囚われていた塔ですね。あ、そっちか。ベルセルクでもありましたちょっとこれはね、ちょっと、ね、言えない、言えないね、3人とも残念ながら、あ、セルジュイチゴさん、うん、いいとこついてきたね。これ言えないね、いいとこつきすぎちゃったんだ。いいとこつきすぎちゃったね。いやいや、怖いね。3人とも言えない。行ってみたいけどね。行ってみたいな。言ってみる。ヨーちゃんって言ってみたいけど。やめときましょう。照明の当たるその光の濃さで。あー、誰誰誰、あー、出た、ペンネームアイスミントさんからいただいてます。これら、これでわかるかな。ダメだから、だからダメだから。はい、アイスミントさんから、こんな時間に、うん、おお、こんな時間に、時間に、夜10時半ぐらいに、ゴロロクとお好み焼き屋がうめえからさ、今から食おうぜって俺を誘う中村雄一。遅っ。10時過ぎとかに、中村何食べるって言ったら、うん、肉だなって。最近あいつ控えてるって言うけどね、事務所的に止められてるんでしょ。食べてる、鍛えてるんですよ、その分。あ、なんかビリーズブートキャンプやってるって話ですね。そうです、業界1位、誰よりも早くそれを取り入れたのが中村で、うん、なんかね、レスラーの体になってきてる、だんだん。かなりね、ガチで強い、うん、彼は。そうだよね。はあ、今殴り合ったら本当に5秒で殺されますよ、本当に。5秒なの。この3人細いもんね、ちょっとね。4人だ。4人、ああ、ね、諏訪さんも含めね。諏訪さんも含めて。この4人ちょっと弱そうだもんね。大丈夫かな。中村君に勝てそうにないもんな。こんな時間に肉ですか、やっぱ。まあまあ、そんなもんですよ。最近でもそういう傾向にあるからね。暑いからさ、気をつけないとね。この時間にアイスかとか思っちゃうけど、結構食っちゃうよね。俺ビールさ、こんな時間に、にゃんこ先生が、餌くれよって。ああ、割と言う。言うんだ。何、猫、ね、餌欲しいのとかっていうね。まあ、俺ね、そう、この間、夜12時ぐらいに帰った時に、うん、猫が、うん、あ、僕ぶっちゃけ言いますけど、猫嫌いなんですけど。はい。あ、すごい顔になった。はい、まあ。そういう方もいらっしゃいますからね。なんか、アパートの2階の階段を、うん、階段のなんか隅の方に猫がいたらしくて、うん、俺がこう上がろうとした瞬間にバッて飛び出してきて、うん、ってなって、猫って思って、で今度上上がったら、その、うん、階段を曲がったところに部屋があるんですけど、うん、曲がったところにもいて、またその猫もバッて飛び出してきて、うん、猫ってなって、で家開けたら、俺ベランダ開けっぱなしで出てきてたんですけど、中にもいて、猫バーッて。すごい怖かった。夜の猫怖い。あ、夜の猫そんな怖くないよね。怖いって絶対。怖くないですよ。3連続は怖かった。あ、まあ確かにね、うん、それは窓開けて出かける小野くんが悪いよ。うん、気をつけますけど。気をつけてくださいね。何をしてたんですか、ね。はい、続いていきますよ。東京都ラテンのリズムさんです。意外と湿っぽい。これ脇汗ですね、どうせね。おい、おの汗です。意外とっつうか湿っぽいよ、今も湿っぽいよ、ずっと湿っぽいよ。同時に同じことを思いつきましたね。全員という、全員じゃない、このスタジオにいる。何いるんだ今日は。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 人いるんですけど。だって、なんかパッパってる人もいるし。まあ、大注目ですよ。小野さんは明太子と同じで一腹二腹って数えるんで、僕はイカと一緒で一杯二杯で。なんで神谷さんはカブと一緒で一口とかなんで。一番世知辛いね、広瀬が。僕イカですよ。イカ一杯二杯で。うん、なんで理由は理由はないんだ。特にありません。特にねえんだ。これこれ困る。そう突っ込んでいいんだ。面白いじゃん。面白いんだけどね。3人、うん、
な時間に、時間に夜10時半ぐらいに、うん、ゴロロクとお好み焼き屋がうめえからさ今から食おうぜって俺を誘う中村雄一遅っ10時過ぎとかに中村何食べるって言ったらうん肉だなって最近あいつ控えてるって言うけどね、事務所的に止められてるんでしょ、食べてる、鍛えてるんですよその分。あ、なんかビリーズブートキャンプやってるって話ですね。業界1位、誰よりも早くそれを取り入れたのが中村で、なんかね、レスラーの体になってきてる、だんだん、かなりね、ガチで強い、彼はそうだよね、はあ、今、殴り合ったら、本当に5秒で殺されますよ、本当に5秒なの3人、細いもんね、ちょっとね4人だ、4人、ね、諏訪さんも含めね、この4人ちょっと弱そうだもんね大丈夫かな、中村君に勝てそうにないもんな、もうこんな時間に肉ですかやっぱ、まあまあそんなもんですよ、最近でもそういう傾向にあるからね、暑いからさ気をつけないとね、この時間にアイスかとか思うけど結構食っちゃうよね、神谷さん俺ビールさん、こんな時間ににゃんこ先生があの餌くれよって、ああ割と言う言うんだ、何猫餌欲しいのとかっていうね、まあ、俺ねそうこの間夜12時ぐらいにあの帰った時に、猫が、あ僕あのぶっちゃけ言いますけど猫嫌いなんですけど、はい、あすごい顔になった、はい、まあ、そういう方もいらっしゃいますからね、なんかアパートの2階の階段を、階段のなんか隅の方に猫がいたらしくて、俺がこう上がろうとした瞬間にビャッて飛び出してきて、ってなって猫って思って、で今度上上がったらその階段を曲がったところに部屋があるんですけど、曲がったところにもいて、またその猫もバッて飛び出してきて猫ってなって、で家開けたら俺あのベランダ開けっぱなしで出てきてたんですけど中にもいて猫バーンってすごい怖かった夜の猫怖い、夜の猫そんな、このコーナーではあなたの日常の出来事をワンフレーズ一行だけ書いてきてもらって、あなたに何が起きたのか、これを僕たちが勝手に想像してストーリーを膨らませていきたいと思います。はい、では早速です。新宅もさっぱりしてくださいね。はい、はい、東京都セルジオイチゴさんです。はい、そんなこと言う度胸ないよ。おお、何でしょうね、これね、先輩とかに対して先輩とかに対してねいっぱいあるわそういうの。あるんですか。あるよ、ない、あるでしょ、杉田君とか。危険ですね杉田の危険と、ちょっと考えただけでゾッとしました、ね、ゾッと、何考えた、本当ですよ、ゾッとの塔ですよ、本当に、ゾッとの塔じゃねえよそれは、それはローザが囚われていた塔ですね。あ、そっちかベルセルクでもありましたちょっとこれはちょっとね、言えないね、3人とも残念ながら、あセルジオイチゴさんいいとこついてきたね、これ言えないね、いいとこつきすぎちゃったんだ、いいとこつきすぎちゃったね、いやいや怖いね、3人とも言えない、行ってみたいけどね、行ってみたいな、言ってみよう、ちゃんと言ってみたいけどやめときましょう、はい、照明の当たるその光の濃さで、あーだめだめだめだ、ペンネームアイスミントさんからいただいてます。これらこれでわかるかな、これダメだから、だからダメだから、あ、そうそう、はい、アイスミントさんから、こんな時間